その日僕は保育園を早退した。おそらく体調が悪かったんだろう。家に帰る。しばらくするとドアを叩く音が聞こえた。するとドアの外には知らない小学生の男の子がいた。そして彼は僕に言う。僕のことバカって言ったでしょう。よ、言ってないよ。僕のことバカって言ったでしょう。こっちに来て。するとその子の先には見たこともない作業服を着てる人たちがいた。僕はおっかなくなって手を必死で振りほどき家へと逃げ込んだ。家には幸い祖母がいて、事情を話し2階の窓から外の様子を見た。窓から外を見ると男の子と数名の男たちは何かを話しながら去っていった。